はいみなさんこんにちは。カタリリウムのカタリです。オホーツクにきゅう続きやっていきたいと思います。前回ですね、いろいろ分かりましたよね。ニポポ人形を手に入れまして、で目元にちょっと傷があると。でニポポ人,人形は浦田のじっちゃんが掘ったっていうね、浦田仁五郎さんっていうのかな。昔漁師をしてた人だと。で、どっかで人を殺めちゃったってことでしたよね。 で、まあ、船が沈んだり、24年前の話も出てきたし、あとあ、しり刑務所っていうのも出てきましたよね。えい、えー、えいく、えいふくまるかなえいふくまるが24年前に沈没したと、メモが残っております。さて、ということで、今、事務所にいるんですけど、じゃあ、ちょっと出かけてみますかね。あれ と、<laughs> 動かないんですけどなぜでしょうえー、どうしたらいいですかちょっとダメっすね一回ポーズはい動きましたねえー、っと網走行ってみたいと思いますまあ最終的に網走刑務所へね行こうかなと思ってます 網走の町、なんかおお、なんだなんだ、ボス、今、北海道警の友達から連絡があり、事件の捜査を打ち切るよう、上から圧力がかかり始めたと知らせてくれました。上から圧力だって なんかそんな操作はしてないように思うんですけど、いずれ本格的な操作中止命令が発令されそうです、ボス。マジですか。ちょっと網走刑務所急ぎますかね。行けますよね、網走刑務所。網走刑務所。 あちなみにあの、今みたいにゆっくり喋ってるときは、メモってます。メ <laughs> モってます。ただ、口に出ちゃってるだけですね。<noise> えわ網走刑務所ですね。えー、番外万が一即売所があります。万が一即売所があると。 とりあえず調べてみましょう即売所どうやら、えー、受刑者の作った民芸品をお土産として売っているようですニポポ人形もそれなんですかねあ同じだえー、っと聞き込み歌で 有名なためか、毎日多くの観光客がここに訪れるそうです。そうなんですね。網走刑務所はね、行ったことがないですね。そもそも北海道が1回しか行ってなくて、えー、ツアーで行ったのでね、網走刑務所の方の、あんな遠くには行かなかったですね。まあ、遠くっていうのは、あの住んでるのは関東だから遠いっていうだけなんですけど、<laughs> ああいう奥地の方は行かなかったんですけどね。 えーっと、呼べは誰も呼べないだろうな。あ、浦田仁五郎。浦田仁五郎呼んでみましょう。<noise> なんと、浦田仁五郎は、無期懲役衆としてここ網走刑務所で服役中だそうです。えへへへ。浦田仁五郎。 この老人が浦田仁五郎です。あ中入るっていうのをやんなきゃいけないのかと思ってた。無期懲役。無期懲役。えー、調べろ。刑務所の中で何を言っているんですかこの老人にいろいろ聞くしかありませんね。ああ、そうね。じゃあ聞け。とりあえず探しさんもやってみようか。 あ、同じですよね。やっぱね。じゃあ聞け。素直に聞きましょう。増田のこと。どこかで聞いたようなゃがトントン思い出せんの。増田。どこかで。聞いたような。えー、聞け。飯島のこと。 飯島も同じだえー、聞け白木のこと足っ白木も一緒じゃないかここまで一緒だとあんまり信用が置けなくなってきちゃうなえー、人形のことあわしは毎日にぼ人形を作ってるが。 それがどううしたというんじゃ。やっぱニポポ人形を作ってるんですね売っているえー、じゃあ見せろ写真見せれば思い出すんじゃないですかね増田の写真えー、刑事さんそんなものを見せて無駄じゃよわしはなんも知らんからのあやっぱ勇気がないんだな 見いい、えー、飯島の写真。マジだ。えー、見せろ。ラッキーの写真。も知らないと。じゃあ、見せろ。 これでニポポ人形で反応しなかったら来た意味がないんですけどね。人あ,あそれかね。最近年のせいか手が震えて時々のみ滑らしてしまうんじゃ。うーん。人形の涙のところは手を滑らせて。 しまうと。これね、なんかの暗号じゃないかなって気がするんですけどね。要は刑務所の中から外に何かを発信するときに、ニポポ人形にこの涙をこう、わざと掘ってね、やると、なんか通信手段なんじゃないかなって気がしてるんですけど、いかがでしょうか。えー、もう一回見せろ。人形。 あ,あそれかね。あ,あ変わらないっすね。うーん。特に変わらない。じゃあ、しょうがないから、行け。どっから行きますかね。網走だし、屈舎ロコ。まあ、上から行くか。 あくっしゃろってこれですか。まだ女の人いますね。ずいぶん暇そうで。くっしゃろです。おばさんがいます。えー、聞け。ひらきのこと。 奥村のこと聞け。和語と温泉。万病に効くからって結構遠くからも入りに来るみたいですよ。今さら和語と温泉行ってもな。いうーんどうしようかな。 マシューコとかアカンコとか行ってみたいとこですけど、とりあえずこっから和後ト温泉行けるから和後ト温泉先に行こうか。他行くとここへ戻ってこないと和後ト温泉行けなくなっちゃうんでね。まあ何か進展があるとは思えないんですけど、とりあえず夜だけ寄ってみましょう。おう あ、誰か死んでるぞ。これ死んでるんでしょ、多分。和ご温,温泉です。大変です。ちょっと待ってくださいね。和ご温泉、あの、メモりますからね。和ごと温泉。何もないと思ってたので、素材りしようと思ってたんですね。湯船にしたい。湯船、したい調べろ。したい ボスこれはツ田にそっくりだったげえっ玄さん死んじゃった増ダにそっくりな玄さん玄さんどうして玄さんがこんなとこに出てくるんだ調べろ玄さんはあのー、本日のスタート地点である事務所に ちょっと来てたっぽかったですよね。死因。体は無傷。入浴中に心臓目標を起こしたようにも見えますが、おそらく誰かに殺されたんだと思います。こう結構いい、いい加減ですよね。体が無傷で心臓目標を起こしたようにも見えるんだけども、おそらく、たぶん、<laughs> 誰かに殺されたと思いますっていう。 しゅんくん大丈夫かまあそうなんでしょうけどね。ストーリー的にね。警察官としてはどう、どうなのかなって気もするけどな。えー、体、無傷、心臓、麻痺のようだ。まあ殺されたんだろうと。 えー、なんだっけ調べろ。服。服ってあの、脇により、角にあるやつですかね。身元を証明するようなものは見当たりません。多分犯人が捜査の遅れを狙って身元を分からないようにしたのでは。また多分ですね。でも、駿君の多分はきっとね、当たると思います。えー、探せ。特に手がかりない。聞き込み。 僕たち以外はいない。えっとで。お湯まあいいや、押してみよう。瓶の中に入れておきました。えへ、ー、へ。<laughs> 瓶をなんか、なぜか拾って、ここでお湯入れるために瓶を取ったってこと瓶にお湯を入れた。あそう。あとでどっかで使うんでしょうね。見ろ。 ああそう。じゃあここは多分これ以上は無理だろうな。行け。あコロポックリ出てきましたね。コロポックリ行きますか。コロポックリはゲンさんがいたとこですよね。コロポックリ行ってみよう。他かは網走、刑務所、アカンコ。そうね、コロポックリでいいんじゃないでしょうか。 着々と進んでんじゃないでしょうかあれ源さんと違う人が立ってます違う人だよね、これもっと若い人に見えますね調べろ、えー、店の中ごく普通のロバータ駅です、えー、探せは意味ないかな あゲンさん。ボス。何バカなことを言ってるんですかいるわけないでしょう。あまあ、ゲさんはね。えー、来て。さんのこと。元さん。実は元さんがいなくなったとき、書き置きが置いてあの、書き置きがあったんですよ。もし、毎日のときはこの手紙を警察に届けてほしいと。しかし、それがこんな形になるとは。 おお、書き置きがあった。しかも警察に届けてくれ。これは聞けでいいのかな。源さんのこと。あ、源さんが死んだなんていい人だったのに。いい人だったんだ。見ろかな。ボス、この手紙には大変なことが書かれています。 マスと自分つまりゲンさんが双子の兄弟であることええっ増田とゲンさん双子双子の兄弟ええー、まあだから似てるんですねそれから増田は多分白木か阿久津 の差し金で殺されたんじゃないかということを、増田は、白木か、えー、阿久津に殺されたと、えー。増田はその2人を揺すったらしいですね。しかも増田は、えー、この2人を揺すっていた。 あーそれで逆に殺された逆に殺されたってことは源さんも巻き込まれちゃった形ですかね今回の事件は戦後間もなくの漁船で漁船の転覆事故に端を発している阿久津たちがそれに関わっていたらしいああ昭和24年のね 24年のえー、予選転覆事故これに悪久津たちが、えー、関わっていたとそれを調べていくと原さんは書いていると。 あこれを調べに行ったんね調べにく。なるほどね。だことの顛末を、えー、知られたくない阿久津たちに源さんもやられた可能性があるということですかね。なるほどね。 えーっとそしたらばもう一回ミロしてみるか特には変わんないかな変わんないですねえー、危険も変わらないかなもうゲンさんのこと いい人だったのにと。じゃあ行け。どこ行きますかね。これを網走刑務所の人にやると何か出ますかね。浦田慎五郎さんだっけ どうかなえー、っと呼べ浦田仁五郎えしり刑務所浦田人工 ーえー、この老人が浦田沈五郎ですと聞けあでもこれしか聞けないんだ増田のことどっかで聞いたような名前じゃうーんあそうか見せろあありましたね手紙そうか そこまでわかってるならすべてお話ししましょう。おお、案外簡単に口終わったぞ。手紙から話になったと。ああ、転覆してますね。タイタニックを思い出します。タイタニックは感動しましたよね。あれは戦後、間もなくのことじゃった。もののない世の中で、えー、米軍の 救援物資はそりゃ貴重なものじゃった、うん、アメリカから船が来るその船が東京湾に荷揚げするだが悪い奴がいるものでその途中物資を横流しして大儲けした連中がいる何でもそいつらは軍の軍の遺産まで横領していたそうだはあそんなことできたんですね 船が上陸する前に、ブッシュを取って横流し,しちゃったってことですかそれを指揮していたのが、将校だった阿久津秀夫。ああ。将校だった阿久津秀夫。今度大臣になるそうじゃな。船を用意していたの。 え船を用意していたのが門別の奥村吉助。はあ。船の用意。ふむら吉助。えー、物をさばいていたのが行商していた白木だったか。えー、物をさばくが白木 はあ、なるほどね。しかしことがバレそうになって何名かのに、えー、何何回目かの荷揚げのあと連中は使っていた漁師ともども船を沈めてしまった証拠隠滅を、えー、証拠隠滅のためじゃなあわざと沈めたんだわざと。 沈めたそしてこれをただの事故として片付けたのがその頃門別で新聞記者をしておったえー、北浜の伊島あー新聞き北島 その時先導していたのが先導していたのが、えー、野村康吉という男で彼には哲二という息子がいたあ哲二哲二 <noise> 父は死んだがその息子は母親と二人で苦労してのそれは立派に育ったはずじゃなのになぜ今頃になって復讐なぞわしには不思議でならんわいえということは野村哲司が真犯人ってことところで増田のことじゃが前にここに来た時にわしと同じ坊になっての わしからこの話を聞いて金になると思ったんじゃろうマスダが、ね、しかし反対に殺されよった。多分悪すたちじゃろう。わしの話せるのはこれだけじゃ。もういいだろう。さあ帰ってくれ。うーんなるほどね。 お君久しぶりに出てきましたまさかあの阿久津が戦後のどさくさに物資の横領をしていたとは阿久津が物資の横領が原因であったと。 えー、そしてそれがバレそうになったとき、秘密を知る漁師ともども船を沈めた。その時死んだ先導、野村康吉の息子が哲次 <noise> 多分哲次は父親の復讐のため応用に関わった人物を次々に殺していったのでしょう。 湖で殺した白木をわざわざオホーツクに投げ込んだのはオホーツクで殺された父親の供養とでも言うのでしょうかうんそしてマスターや玄さんはこのことで一儲けを考え阿久津の手先のヤクザに殺されたボスやっと事件の全貌がつかめましたねなるほどでもとすると哲次の次の目標は 阿クツヒデオ。あ、誰かが。あ、読めなかったぞ。ボス大変です。何度も北陵界のヤクザたちがマシュコの方に動き出したそうです。もしや。あ、今なんて書いてあったんだろう。後で動画で確認したいと思います。えー、っと、マシューコ。池あ、もう池だけでマシューコつきました。 この女の人あれかなあれあの女性は野村。あこの人野村雅子さん。野村哲司の奥さんかなんかなのかな父があの島に。もうこれ以上人殺しは刑事さん。あ野村哲司の娘。野雅子。 のの子供なのけカムイッシュ、えー、ゲームディスク1をドライブ1に差し込んでスペースキーを押してくださいゲームディスク1をドライブ1に差し込んでスペースキーを押してください ああなんかナイフを突き立ててるぞあタモさんじゃないよねタモタモさんにナイフを突き立てられてますボスあれはやばい阿久津先生警察ですぜな,なんだと <laughs> なんだとってえっ、ー、と多分白髪まじりのナイフ突き立てられてるのが野村 哲さんでタモさんによく似た人がヤクザで写ってないけど悪数がいるということですかね戦う戦う、戦う、逃げる、隠れる、歌を歌う踊る。隠れ歌歌を踊ちょっと待ってえっ、ー、とねセーブしようセーフができるから <noise> そんなことしてきぬ暇あるんですかさせてくれてもいいじゃん えーっとねえ,えーどうしようまあ普通は逮捕するよね3番逮捕するおおなんだなんだなんだあサングラスが吹っ飛んでるぞこの徐々に見えて書き換えするっていうのも意外といいですね味があって <laughs> あのー ちょっっとしたアニメーションっぽく見えるあーたたたたたたたーって「そソこの野郎お前はもう死んでいる」あやっぱり「うわたあー読めなかった」あ「あちょガスビシュ」「うー」これヤクザこれ顔がひん曲がってあの血が噴き出してますねきっとねあらまさこさんも一緒に来たんですかねしゅんくん強いんだ知らなかった ボス、お待ちどうさまでした。ヤクザたちに殺されようとしていたのが野村康吉の息子。鉄次だと思われます。えー、病気なのか、かなり衰弱しているようです。お、お父さん、まさこか、これでいいんだよ。まさこ、お前からもこの刑事さんにお礼を言っておくれ。あの、猿渡俊介さんでしたね。どうもありがとうございました。いやーって。 いやーって、これ誰だっけあの、えー、っと、3歳児ぐらいの、いやーって、えー、っと、春日部に住んでる3歳児ぐらいの、いやーって、誰でしたっけね。いやー、しゅんく君ん強かったのと、猿渡りって名字なのを、なんか、あ、そうだったって感じでしたね。まさこさん、清、まきこさんか。 記憶力がいいですねボス長い間お疲れ様でしたマキコさんマ,キマサコさんって呼んでたけどマキコさんだっていうのが今今知りました <laughs> もう終わりなのに話によると先に仕掛けてきたのは悪巣たちだそうです大臣になるかもしれないのに昔のことを知っている者がいてはまずいとあなるほどね悪いことをするとダメですねしかもやつらは哲司さんだけでなく 哲二さ,さんはさんに侵されていてあとわずかの命だというのに、えー、でも自分が死んだ後、悪阿久津たちが私に再び手を出すかも、えー、ですかも手を出すかもしと考えると死にきれないだから先にこちらからやってやるとあなるほどね ボスどうやら飛行機の時間ですではお気をつけてあ終わりじゃんいやしゅんくんともお別れですか黒木でしたっけあ黒木だボスボスが北海道から戻られてもう一月になりますねあもう一ヶ月経っちゃったんだ えーっと、調べろ。えー、分わかってますよ。昨日起きた新宿の殺しの件でしょう。今、調べてるところです。えー、聞き込み。北海道の一件、阿久津も殺人教唆で逮捕されたし、署内でのボスの評判は上がる一方ですよ。おお。聞き込み。北海道の一件。 あくつも殺人教査であーちなみに池はどこ行こうって言うんですかこれ何取れって言うんですか僕はラーメンでいいですよじゃあ私はカツ丼でお願いしますえー見ろボス一体どうしたと言うんですか あ、そうそう、北海道警の猿渡君から手紙が届いていますよ。あ、それを早く言ってよ、見ろ。えー、見ろ。手紙。えっと、おや、写真が入ってます。えちょっと、シュん君、何してるのやっぱそうだよね、シュん君と、マキコさん。 猿渡君と隣にいるのがボスがいつか話してくれた真紀子さんですね実に幸せそうな2人ですありゃボスどうしたんですかしんべりしちゃってははは、<laughs> なるほど猿渡君という名字も覚えてたわけですねそして私はあの政子さんとずっと間違えてたんですがく君はマキコさんとちゃんと言ってたんでしょうままさかボス ボスもマキコさんをねえなんとか言ってくださいよねちょっとボスってば私はマキコさんではなく雅子さんだと思ってたんで <laughs> この物語フィクションであり登場する個人名団体名は全て架空のものですとなるほど。 エンディングですかね。最後は一期でしたね。まさかあの、今日で終わると思ってなかったです。まだ続くんだと、あと3回ぐらい続くのかなと思ってたので、一期一期で終わりました。ちょっと何分ぐらいね、喋ってたのか、測ってなかったので、わかんないんですけど、30分ぐらいは経ってますかね。いやー、終わりました。オホーツク2級。 まあ、振り返ってみれば、割と普通の、まあ、どこにでもあるってわけじゃないですけど、まあ、古い事件のね、悪いことしたがために大臣になるのはやばいということで、先に証拠を消しとけという事件だったということでしたね。これが何世に聞くオホーツクに起でしたか。初めてやりました。初めてクリアしました。はい。 最後まで見ていただきましてどうもありがとうございます。えー、次回ね、また、ちょっと古いゲームをね、やろうかなと思っております。えー、アドベンチャーゲームかなと思って考えてるんですけどね。まあ、今回より難しくなっちゃいそうな気もするんですけども、次回もね、ちょっと楽しみにしていただけたらと思っております。それでは最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。